はい。いやー、久々に、何年ぶりだろう。ゼノブレイドクロス、いや、つーか Wii U、電源つけました。そしてゼノブレイドクロスやっていきたいと思います。で、こういう動画の撮り方って確か良くないんだけど、まあ、ちょっと、めんどくさいんでこれしかやってないです。で、あと、ゼノブレイドクロスの、実況動画を作りたいなってわけではないんで、別に。ただ撮ってるだけです。だから今後続くかもわかんないです。多分続かないです。あと、FE のトラキア776だったかやつも、Wii U に入れてたんで、それもやっていきたいと思います。ちょっと、ゼノブレイドクロスやらせてくれ。ちょっとニューゲームでね、全然ストーリー覚えてないんで、やっていきます。2015年だって、だいたい9年前?やばいね。10年ぐらい月日が経ってるってこと。すごいね。いくよ、みんな。ゼノブレイドクロス、始めていきたいと思います。なんだこの始まり方。まずこれ見て。Wii U ってさ、こうやってパッドに映んの。画面が。何?なんか、設定してくれっとよ。大丈夫大丈夫、OK。このままで行こうぜ。行こう。スタート。え?スタートできないんですけど。オンライン時、キャラクターなどのデータがサーバー自動、いやだからオンラインは、もうミーバースだとかなくなってからないんですよ。確か。あんのかな?来ました。大集合付箋。モノレスソフト。いや、ワクワクすんね、やっぱ。オープンワールドをね、冒険できるっていうのは。全然覚えてないもん。もう新しい記憶なの、これ。概要はね、なんとなく覚えてんだけどね。映像一つ一つとか全然覚えてない。おい、侵略してきたよ。戦争してるよ。わ、西暦2054年7月、やば、30年後、地球は謎の異星文明同士の戦闘に巻き込まれました。私たちの技術水準をはるかに超えた兵器の異星、そんな理由も知らされないと地球は蹂躙され、大地は焼毒化しました。事前に地球圏への戦闘の波及を察知していたトラゴン政府は、地球主範囲分計画を発動、世界の
の主要都市からは数多くの統制艦や民船が飛び立ちました。 SF だね。私たちを育んでくれた故郷から脱出ですが、移民船の多くは重力圏を脱の背中で打ち落とされ、無事脱出できた船はごくわずか。私たちの乗る船はそのうちの一隻でした。モビーディック地球は旅し、放浪の旅に出て2年、地球圏での戦闘から幸運にも生き残ることができた私たちでしたが、ついに異星文明の追撃部隊に見つかってしまったのです。運の決死の応戦と一人の英雄の活躍によって追撃部隊が退けられました。激しい戦闘で白兵の指揮官の場合は高校能力を失った白兵は未知の惑星の重力に使われ、船体を崩壊させながら墜落していきました。死んじゃう死んじゃう。そして2ヶ月が経ちました。そう、音楽が確か沢野博之さんが手掛けてるから超かっこいいんだよね。見てこの音楽、いや聞いてか。でどうしよう、アバター女性でいくかな。前回はね僕男性でやってたんだけどね、ちょっと可愛い女の子を見ながらって感じでやりたいんで、まあ正直このクロスのキャラクターデザインそんなに可愛くはないかもしれないけど、ちょっと女性でいきたいと思います。ここで時間使いたくないんでパッパッパッと決めていきたいんですけど、どうだろう。あ、これカルナっぽい。あ、フィオルンっぽい。う、渋い。ツインテールはないね。アホ毛がいいね。あ、後ろにアクセサリーしてね、いいじゃん。ローズオリアナ。あー、アホ毛いいね。結構ショート好きなんだよな。これでいこうかな。サイズだってなんのっていうボディのね。まあこんぐらい。バストは大きくしたいよね。いや、でかすぎだろって。グコンデンサーグラマーになっちゃう。じゃあでかくいこうか。次、肌。肌はこの色でいいんじゃないかな。白好きだし。髪型、あれ髪型選んだよね。あ、違う。ん？髪？サイズ、肌、あ、そばかすとかを選べるわけね。あー、俺泣きぼくろ欲しいんだよね。頬、チーク入れる的な。あー、わかんない。パッと見わかんない。ちょっと今ね、朝方やってっからね、光が家に入っちゃって。こっちだよね、なんかね。こっち多いよね、泣きぼくろね。いや、気のせいかもしれない。
よっしゃ、次ちょっと泣きぼくろでセクシーさを出すと、このアホ毛、アホ毛野郎にアホ毛つけるんだったらアホ毛やつがあれかな、巨乳で泣きぼくろつけてるんだったらちょっと髪型ももうちょっとセクシー系にした方がいいのかな。あ、髪型さらに何、あ、え、選べんの。あ、違うね、そういうわけじゃないね、なんだろうね、これ。じゃあこのちょっとロン毛、ロン毛、ロン毛って言ったらなんか変だな。あ、これがいいかも。これさっきあった。ちょっと大人な女性出てんじゃない？アホ毛あるけど。あ、ユニークってやつでアホ毛を外せんだ。あ、俺だけどこの髪型好きだな。アホ毛外そう。次、髪色ベース、ま、黒でのままでいいよね。毛先とか変えるんだ、ま、これでいいかな、ちょっとめんどくさいしね。じゃあ目でいこう。瞳ね、白眼、白眼いいよね、結構。これかな、無難なのは。それかこれ、これかな。じゃあ瞳の色、まあ、このままでいいんじゃない、めんどくさいし。メイク、アイシャドウ、あー、俺ここら辺ちょっとわかんない、このままでいい気がする。フェイスペイントだって、あ、かっこいい。あ、そう、こいつらロボだからこの数字入れるのもありだよね。ひそかかなっていうね。ちょっと世界観出しちゃう？ひそか？笑わしに来ちゃってるよね。なんだこれ。02って入れるのありじゃない？結構中二心はくすぐられるよ。 N4 だって。02でいこうか。じゃあ名前02でいくか。じゃあオッケー、声を変えれるそうです。前田愛さん、知りませんね。ボイス再生、あ、違う、よろしくね、よろしくね。あまり聞いたことないかも。調べていい？前田愛さん、可愛すぎるね、声がね。だけどね、前田愛さん、キャラなんだろう。
ガッシュベル、サムライチャンブル、デジモンアドベンチャーズ、イエスプリキュア、コトブキミズキ、なんか結構あまり俺は見ない作品が、あーはい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 、あーはい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 、大人プリキュア見てたからなんかなんとなくわかるかも。次、佐藤里奈ツンデレだって。佐藤里奈聞いたことないかな、佐藤里奈。いやだけど聞いたことあんな、ああれだ、みことだ、違う、みさかだっけ、なんだっけ、レールガンの名前。あと今エクソシストでやってるあのあれ、ヘビのやつ、古めだね結構、声優さんはやっぱり10年前ぐらいってこともあって、古めとか言うな。小倉唯は今でもねバリバリヒロインとかやってんじゃない、多分俺が知ってる人であれば。戦いの恥、おともします、はおえしししし、戦いの恥え、あーいいな、小倉優衣さん、勝田しおり、ささやき系いいな、小倉優衣さん。お嬢様、お嬢様はちょっと違うな、勝田。勝田しおりさんは何やってるの、メディアをやってたんだ。ごきげんよ。へぇ。よろしくおね。ごきげん。勝ちましたね。ごきげんよ。メディアやってたのか、本当にこれ。よろしくお願いいたしますわ。次。あ、内田、マレータソじゃん。上手に戦いました。最悪。絶対に嫌だ。いやー、内田さん、いい声だけどね。ご中佐かなっていうね。上坂すみれさん、この人も結構有名だよね。アホドジね。アホドジ俺いいや。うわー、田中敦子さんって結構聞いたことあるよ。なんなら今もなんかアニメやってんじゃないかな。あのヒーラーのやつってこの人じゃない？ちょっとセクシーすぎるね。あれだ、フリーレンの師匠だ。あベヨネッタね。あーすごい、すごいキャラいっぱいやってる。小清水亜美さん、カレンかな。うわー素晴らしい。よろしく頼むわね。白石、何これ、鈴子ってもん。いや、内田は
うわ最高、この子いい声、関西弁。やよ、ほな行こか、ほな行こか。可愛い。あ、いいな、俺関西弁いいな。ささやきと関西弁で迷う。いや何に時間かけてんのって話なんだけど、この人の聞いたことの白いし、いいし、す、りょうこ、すずこ、これなんていうの、りょうこか。崩してきよった。なんか聞いたことあるけどね、結構。ようやったな。あー、ダンボール戦記のアスカか。あ、イノシカチョウね。あー、わかるわかる、ナルトね。あ、ヒメコね、はい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 。 A じゃん、 A よ。関西弁ってことでヒメコね、ってことは。よろしく頼む。鈴木まりこ、あ、これも聞いたことあるな、和風だって。よろしく頼む。鈴木マリコ、よろしく頼む、よろしく、うん、さあ、よろしく、さあ、ゆっくり預けよう、よろしく頼む。あ、コスモスの声なんだ。よろしく頼む、さあ、ゆくぞ、うん、こんなの、さあ、ゆくぞ、よろしく頼む。いや、ちょっと待って、ささやきか、関西弁。くずし、戦いは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 、くずし、いや、よっ、くずし、頑張らな。いや、だっけ、このキャラでだよ、この関西弁、お姉さんがすぎない。いや、これでいこうこれでいこう、決まりました、ありがとうございますいや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 、もう楽しいもん。キャラメイクっていうだけで面白いよね、こういうのってね。ちょっとね、手抜いてんですけど、まあいいでしょう。リンクスタートって感じですねログイン ID エルマだって。あー、エルマさんね。外部入力を受け付けました。10秒後にスリープを解除。7 6 5 4 3 2 1。ハッチオープン、ハッチオープン。いらんこと言うなって、さっきから。雨？雨かよ。まだ生き残りがいたの。傘さしてこいよとか言って。やっぱエルマさんかっけえな。でかい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 。あまり無理しない方がいいわ。身長どうだろう。目覚めたばかりだった。結構適当選んじゃったけど。ああ、まあいい。エルマさんに対してその高さならいい。この辺りに落ちていたのはあなたのポッドだけ。見つけられてよかったわ。私はエルマ。あなた、名前は？自分の名前がわからない。記憶障害ということかしら。困ったわね。本当に何も思い出せない。
名前は02でいきます。あの顔に書いてるんで。いい名前ね。マジ？他のことはどう？そう、あなたの状況については少しずつ教えてあげるわ。どう？動けそう？ゼロツーとか中二病パネじゃん。うなずいて微笑む。目を伏せ体調について考える。目覚めたばかりなんだから無理はしないでね。ゆっくりでいいから行きましょう。とりあえず装備品をいくつか渡しておくわ。まずはこの渓谷を抜けましょう。え、やばくない？もうワクワクするんだけど。銃だよ、武器が。主人公のいきなり、なんかやっぱクロスって外伝感すごいね。惑星ミイラ、エルマからのアドバイス。うるせえ。矢印を目指そう。自分が何をすべきか迷ったらまずはミニマップを見ることね。いやいや、何？そういうキャラじゃないじゃん。黄色い矢印が指す方向方へ進めばおのずと道は開かれる。なるほど。うん、でも多少の寄り道は人生を豊かにするわ。だっていいこと言うじゃん。寄り道しすぎて迷子、人生の迷子になった武井和樹をどうにかしてくれって話なんだけど、あまり堅苦しく考えないこと、これが一番重要ね。うん、俺もそう思う。仕草かわいいね、うちの子。雨で暗いんじゃん。武器切り替え。あー、ナイフね。へえ。インナー装備だって。ああ、まあ最初のうちはこれぐらいしかないよっていうね。あ、なエルマも装備は変えれんのかな、一応。 あるんだ、楽しい。アーツセットだって。ソウルボイスだって。ちょっとまだここら辺は陣内でいきますか。ちょっとセーブしますか。あー、元の絶対消えちゃった。いきますよ。確かジャンプできんだよね、このシリーズ。あ、いや、ジャンプの高さが高いんだよね、このシリーズ。よ、ほらよ。おい、ノア、ランツが強い敵と戦いたいってよ。だっけ。白芸が大破した時、ポッドの奥はこうして放り出されてしまう。怖っ。あなたは幸運だったと言えるわ。ああ、白芸のことも覚えてなかったのね。白芸は地球脱出船 LWO2 の通称。地球のことは覚えてる？あなた、いえ、私たちの母性。うわ、あなた、いえ、私たちの母性だって。うわ、もうここで伏線があったんだ。地球はあの日、異星人同士の大規模な戦闘に巻き込まれ、一応ね、終わりは知ってっからね。
ネタバレしちゃうかもしれないけど、何か思い出した？無理はしないで、少しずつ思い出していけばいい。来た。でも今のんびりしてる場合じゃない。うわ、音楽かっけー。ここは楽園ではない。襲い来る敵とは戦わなくてはならない。どう戦える？うわー、グロテスク。そう、リアルタッチなんだよね。ちょっと一回ここで一回切りますよ。でもう一回続けますよ。